次のイベントだ。次のイベントはどこだ？不思議な鉱脈来た。どっちがいい？どこだ？どこだ？わからんぞ。ここまで行かんとダメなのか、一個は。もう一個ここ？遠いなぁ。やっちまった感がするなぁ。いっぺんに行くか。イベント。いてぇ。やめや。合ってるな。両方行こう。しゃあなしだな。あ、向こうまで行って宝箱取りたい。どこだったっけ？覚えてないぞ。そして遠いぞ。遠いな。もうちょっと速くなる、なんか足が速くなるスキルはないのか探してみよう。フレンドじゃない。スキル移動系、これかな。移動速ないな。これは関係ない。防御力だろ。サーチ。生存系。電光石火のスキル。ダメだな。精密ないな。攻撃速度はいらないんだ。パリング、カゴって、分身ばっかり作ってる。防御力アップばっかり。肉体改造で足を速くするとかできないか。戦術で足を速くするとかできないか。ないな。ということで、ありませんでした。ちょ、やめて。こっちの奥はただの行き止まりか。行き止まりがあるということの確認だけを取っとこう。さて、上で合ってるのかな。ここかな。向こうの可能性もあるからな。多分マップを見たらすぐわかるんだろうけど。あえて行く。ここは行き止まりだった気がするんだよな。合ってた。やつはもう倒したって。またか。一瞬で片付けてやるぜ。では、どりゃ、どら、どうすん。ドラ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 、どうすん。仮にでもしようか。はいはいはい、どうすん。
それはどんな効果で、まあ、弱かった。さあどこまで行けばいいんだこれは。行き止まりじゃないか。ここをぐるーっと回っていけば、なんかあそこにお花畑がいっぱいあるけど絶対行けないな。あの木の実これか。どうやって取りに行くんだよ。行けないじゃ、なんかあった。リズベット、リズを連れてくる前にもう一個の、またこう来ないといけないのか。なんてめんどくさいんだ。もう一個の恋人岬にも行くか。恋人岬は一番奥だったかな。出たかな。恋人岬まで行って転移結晶で戻ってリズを連れてくると。でその後に誰だろう、誰のイベントだ。わからんな。シノンかリーファーあたりだな。遠い。走るだけの、走るだけの、走るだけのゲームだ。お使いゲーというんだこういうのは。どうにか近道できないのか。あっちはなんだ。あそこ上から飛び降りろってことかな。危ない、落ちてたら死ぬ、落ちてたら死ぬ。上からヘイ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 って飛んでいくんだね、きっと。あそこ上ってどこだろう。あそこかな。あそこからトウ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  B ボタン連打して飛びまくっていく。いつからこれはアクションゲームになったんですか。飛んでいって成功してもな。上がれないぞ。お、危ない、落ちる。上がれない、ここ上がれないじゃないですか。敵が来る。どっから飛んであそこまで行くんだろうか。どんだけ AP を、SP か、 SP を使うんだ。これでペン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 飛ぶんだ。いけそうだな、結構距離あるしな。 SP アップとかを使っておいてそこから飛べばいいのかな。危ない危ない、落ちちゃった。わからないけど飛ぶ必要なんてないだろう。リズベットにもらったこの剣があれば敵なんて余裕だぜ。移動するだけで10分もかかって。で、どこに行くんだ。どこでイベントがあるかがわからないっていうのが普通である。全部見ていくしかないからな。ここか、なんか怪しいぞ。
そもそもなんてイベントだったっけ。イベントは会長が飛んでるのか。会長ヤンクックかな。ヤンクックを探せ。ヤンクック、ヤンクック、ヤンクックあの上にいそう。この上を上がるとヤンクックが、ヤンクックが、ヤンクックいそう。ここめっちゃいそう、めっちゃいそう。ドラゴンがいるだけじゃないか。ドラゴン軍団かよ。周囲の、周囲の敵めっちゃ強いぞ。ちょ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 、そうか、ないんだ。動き止めろ。攻撃力と防御ダウンする。カリンできなかった。カリンができなかった。そうか、攻撃しよう、攻撃しよう。カリンで141、 ただの楽だ。ほいほいほい、ほらほら、止めんな。余裕だぜって思ったザコ敵がいた。ザコじゃねえ、125もある。マジか、キャンセルされた。もう終わってるけど、パチン、マジでパリングが、俺のパリングが良くない。そうか、 SP 回復がある。ダメージ、完成してないで、もう攻撃し終わった後だぞ。まだだ、まだ終わらんよ。よし、ナイスって言えないのが辛いな。まだいた。あかん、攻撃入る、やめて。そう、くらえ。どうせタン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 、両手斧なんていらなかったんや。こっちではなかった。じゃあ上に行ってみようか。女王蜂がおる、女王蜂が来た。女王蜂強そう。ヤンクックじゃなくて牧人がいた。ペチンペチン言うてついてきすぎ。でっかい牧人がおる。強いのかな、強いのかな、強いのかな。なぜお前、 なぜこいつになった。出す、くらえ、出す。マジか、回復できない。回復できなかった。マジか、痛い痛い痛い、弱いな。です、カリングできない、 SP 回復できない。どうしようどうしよう。なんかなんか全然ダメージ受けないからいいんだけどさ。 SP 回復、よし、やば、一体倒した。くらえ、ズバで3倒した。そしてこい、カリング、よっしゃー。おい、向こうに狙って、向こう狙ってるじゃないか。ちょ待てよ、くらえ、なんか出ないかな。よし、よし、何も出なかった。俺は何のために倒したんだ。全く無駄であった。ここヤンクックでそう、ヤンクック牧人だった。ヤンクックどこで出るんだよ。ここでそう、ここヤンクックいるだろ、ここ絶対いるだろ。
また僕みたいな。しかも弱いっていう。あれ、回ってない。あいつの攻撃なんか注意するまでもない。仮に溜まった溜まった倒した。でヤンクックはここじゃないのか。どこだよヤンクック。ヤンクックが他に出そうな場所、こっちだ。こっちはまだ来ていない。お、ここヤンクックいそうだぞ。ヤンクック来い、ヤンクック来い。蜂がいっぱい。この奥、この奥。ヤンクック出るだ、ヤンクック出るだ。ちくしょう、いねえ。蜂しかいねえ。邪魔邪魔。どうする。あとヤンクックが出そうな場所下、もしかして真ん中だったりして。お、この先広がってるぞ、広がってるぞ。なんか繋がった。やっぱり真ん中か。真ん中だな。ない。え、終わりだぞ。ここ上しかないぞもう。まだあった。ここ行ったら終わりだぞ。引いてちゃう。邪魔邪魔。ヤンクックどこだよ。天気症や、やった。場所違うとこだったりして。一人で恋人たちのここだよな。ここだよな。ないじゃないか。まだ行ってないとこがある。まだまだ結構行ってないとこあるじゃないか。この下の前に上かな。上のあそこ行ってないな。また女王蜂がおる。女王様歯が。そんなのはどうでもいいんだ。さあここでやってくれ。ここだここだ、ここでやってくれ。広い広いぞ広いぞ。ヤンクックいそうだぞ。いた、ヤンクックの卵だ。鳥の巣だな。よっしゃあ今がチャンス。アークソフィアに戻って、転移結晶。あ、すまん。おお、木人が湧いた。天意。
じゃあリズベットさん行こうか。リズベットさんどこ？ここにはいない。自分のお店かな。いないな。いた気がする。アスナさん。どうしたの？パーティー行きもうぜ。さあ、よろしく。どうしたの？パーティー解消しようぜ。それじゃ。あれ？ただいま。ただいま。リズベットさん、さっきすれ違ったよな。まあね、出物があるって聞いて見てきたんだけど、どれもいまいちだった。ちょっと付き合わないか？付き合う？何を言っているんだ。なんだ付き合うってそういう。他に何があるんだよ。でも面白そうね、その話。いいでしょう、一緒に行ってあげる。ただし、誘ってきたんだから当たり前でしょ。うざ、こういう女うざ。その代わり本当にいいものだったら何か作ってあげるから。うん、じゃあ準備しないとな。準備しないとなって、すごい嬉しそうだったけど。もう一回入ったらイベントある？やっぱりやった。誰だったんだ？あら、おかえりなさい。シノンのイベントだったのか。ずいぶん疲れているよね。フォローエリアってそんなに大変なところなの？そうでもない、雑魚だった。大変ね、お人よしさんは。あら、キリト、これは何？鳥の羽？なんでわかるんだよ。外に出してるのか？アイテムボックスの中だろ。これすごく貴重な羽。なんでわかるんだよ。実はね、この前羽を使った弓を作るというクエストを見つけたの。ほう。そう、それは嬉しいけど、キリト疲れてるんじゃないの？明日行けばいいじゃないか。そう、それなら行きましょうか。おう。さすがにもうイベントないよな。よし、ないな。さあ、どっちから行こうか。どっちも遠い。よし。この辺にリズベットはいた気がする。リズベットいない。いないでござる。リズベット、いた、いた。一緒に行こうぜ。キリト、よろし。遠いな。移動が遠い。
逆だ、こっちだ、上だ。なんかリズと一緒に移動するのも久しぶりだな。いつもボス戦で戦ってたのに最近パーティー組んでなかった気がするぞ。どこだどこだ、遠いぞ遠いぞ。こう左に行ってまっすぐまっすぐ。昔テレビでまっすぐまっすぐっていう怖いやつを見た。あれは怖かった。死ねばよかったのにだったっけ、落ちればよかったのにだったっけ、忘れたけど、すごく怖かった。またお前か。しかもこいつ獣じゃないから全然関係ないはずやな。スキル使え。かっこいいやつや。グルングルン。挑戦。かっこいい。もう一回スキル使え。挑戦。見える。もうすぐで見える。見えなくてクソ。もう一回スキルを使え。よし、見せろ。見えない。見えない。見えない。そう、そんなミニを履いてるのに全然見えないぞ。何を俺は言ってる。ナイスだ。ちょ、体貫通したぞ腕が。あそこに見えてる、あそこだ。どこ行った？来た来た。これだよこれ。どうだ？確かにこれは珍しい代物だわ。向こうではお目にかかれない。しかも他に競争相手がいない。つまり取り放題ってわけね。掘り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 まくれ、うん。なんだか楽しくなってきたわ。楽しいのか。俺はもう炭鉱夫はしたくない。じゃあ敵が来ないか見張ってて。キリトの実力なら大抵の敵は一人で大丈夫でしょ。ここまで一人で来たからな。へい。何その返事は。さあイエスさあ。思考が一緒だった。同じようなことを言った。うむ、よろしい。さあイエスさあ。カンカンカン、ティトティトン、カン、ティトティトン。そろそろストレージも埋まってきたかな。そんなに掘ったのか。まあ割といっぱい。ありがとう。うん、おいしい。普段石取ってるところだと、ほら。競争とかあるからさ。でも自然に湧いてくるんだろ。つい取れるだけ取っちゃおうって気持ちになっちゃうんだよね。それにここの鉱脈いくら取ってもストップがかからないんだ。すごいなそれは。システムの不備なのか、それともただ運がいいのか、まあどっちでもいいんだけどね。うん、もう満足したし、帰りにうちの店に寄って行って。お、なんかくれんのか。どんなアイテムが作れるか調べてみるから。取らせてくれない。アスナさんありがとう。テン、いいの、そんなの使っていいのっていう感じで見てた。じゃあ戻ります。リズベットブーテンはこっちだ。イベントマークがないだと？
店員に話しかけたらいいのか。ただいま。ただいま。いらっしゃいませ。ようこそリズベット武具店へ。まあそこに座っててよ。とにかく鉱石のことを調べてみるよ。よろしく。疲れてるけど寝ようとしても気になって寝られないから。あるある。なかなか面白い素材ね。どうやって調べてるんだ。うん、要求されるレベルは高いけど私なら大丈夫だった。100以上あるしな。でもちょっと問題もあるのよ、ね、なんだ、また愛情が足りないのか。うん、一つはこれ単体ではアイテムが作れないこと。もう一つはうちに置いてある素材はどれも組み合わせられないってこと。また別の場所で取りに行かないとダメなのか。少なくともアークソフィアでは一番だと思う。軽く自慢したら多分。まあもしかしたら使い道があるかもしれないし取っておくけどね。じゃあ後でまた取りに行こうぜ。うん、いい報告待ってるね。終わりかな。よし。どうかしたの？それじゃあね。またね。じゃあ次はシノンだ。